教員養成セミナー、2024年7月号パワーアップノート教育時事、解説始めたいと思います。それでは、こちらですね。まず初めに解説するのがこちらテーマ A の、令和の日本型学校教育答申の方ですね。数問、ピックアップしておりますので、まず3問目の方から、やっていきましょう。皆さんもすでに解いておられるかと思うんですけれども、こちらですね、第3問目、これ答えも答え合わせ皆さんしちゃいますけど、答えが「い」になってるんですね。でどこが違うかというと、こちらのこの「指導のコード化」ってなってるのがこちら誤りの選択肢に、なっております。で、正しくは何だったのかっていうところを、今から該当する部分をですね、ピックアップして、解説進めていきたいと思います。でこちら「う」と「え」の選択肢ですね。はい。で、関連する部分からなんですけど、学校がですね、学習指導のみならず生徒指導等の面でも主要な役割を担っていて、で、さまざまな場面を通じて子どもたちの総合的な、状況というか、把握して教師が指導を行うことで子どもたちの地位特待を一体で育む、日本型学校教育っていうものは、全ての子どもたちに一定水準の教育を保障する平等性の面、全人教育という面で、諸外国から高く評価されているということですね。で、日本の、そうした令和の日本型学校教育の、姿っていうものがこの答申の中で示されたんですね。で、そうした部分について、先ほどの、演習問題というかチェックテストの第3問目はこの辺りの部分から、作成しております。新型コロナウイルス感染症感染拡大による臨時休業の長期化、これは皆さんもすでにご経験され、皆さん自身が、そういう中で学生生活を送っていたのかなと思うんですけれども、そのような中で、多様な子ども一人一人が、自立した学習者として学び続けていけるようになっているかという点が、焦点化されました。で、これからの学校教育においては、子どもが ICT も活用しながら自ら学習を調整しながら学んでいくことができるように、個に応じた指導を充実することが必要だというふうに示されています。で、この個に応じた指導っていうものの在り方を具体的に示すと以下の通りですよというところで、先ほどの部分に、関わってくる分ですけれども、全ての子どもに基礎的基本的な知識技能を確実に習得させて、思考力、判断力、表現力等や自ら学習を調整しながら粘り強く学習に取り組む態度等を育成するためには、教師が支援の必要な子どもにより重点的な指導を行うことなどで、効果的な指導を実現することや、子ども一人一人の特性や、学習深度、到達度等に応じて、指導方法、教材や学習時間等の柔軟な提供設定を行う、先ほどの誤りの選択肢に使われていましたが、こちら指導の個別化というのが正しい表現になります。正しい言葉ですね。先ほどの問題もそうなんですけど、正誤判定問題ではあったんですが、空欄補充問題でも出てくる可能性がございますので、このあたりしっかりチェックしておいていただければと思います。もちろんこの指導の個別化っていうところもそうなんですけれども、その他にも、思考力、判断力、表現力等っていったことであるとか、さまざまな、この場合だと、学習深度とか、その他の部分も自治体によったら、空欄になる可能性はありますので、しっかりこの部分、内容とともに、それぞれの言葉について押さえておくといいかなと思います。で、続いてですけれども、ここはちょっとややこしいところですけど、内容違うんですね。で、基礎的基本的な知識技能等や言語能力、情報活用能力、問題発見、解決能力等の、学習の基盤となる資質能力等を土台として、幼児期からさまざまな場を通じての体験活動、こちら体験活動とかもね、別の文章とかだと空欄になったりするので、大切な言葉なんですね。なので、ここも黒字なんですけれども、押さえておいていただけたらいいかなと思います。で、そうした体験活動から得た子どもの興味関心、キャリア形成の方向性等に応じ、探究において、課題の設定、情報の収集、整理、分析、まとめ、表現を行うと、教師が子ども一人一人に応じた学習活動や学習課題に取り組む機会を提供することで、子ども自身が学習が最適となるよう子ども自身が調整する学習の個性化も必要である。これ、学習をするのは
まあ、子どもたち一人一人なので、こちら学習、これ子どもたちがやるということですね。で、先ほどのこの指導の個別化、指導するのは子どもたちじゃないですよね、まあ、先生がするっていうふうに、まあ、そうした指導を個別化していく、指導の個別化をしていくっていうのはこちら先生がやるんだっていうふうに、まあ押さえておいてください。そうですね、まあ、指導と学習、まあ、そういうふうに考えると、まあ多少はまあ理解進むかなと思うんですけれども、その他にまあある自治体とかだと、まあ出題のポイントとしてお伝えしておきたいのが、この探究のこの課題の設定、黒字にしているところなんですけど、まあどんなことをするか、どんなプロセスで進んでいくかとかっていうところも自治体によったら出題されたりすることがありますので、まあここの部分ですね、あの合わせて押さえておいていただけると良いかなと思います。まあ、それはちょっとプラスアルファの、情報にはなるんですけれども、で以上の指導の個別化と学習の個性化を、これは先生の視点、教師の視点から整理した概念というのが、先ほどから何度も出てきているような、まあ、言葉ですね。この子に応じた指導となります。でこの子に応じた指導を学習者視点、まあ、子どもたちの視点というかから整理した概念がこちら新たに出てきましたが、まあ、皆さんも聞いたことあるかなと思います。個別最適な学びというふうにこちら整理されたわけですね。はい、でここからまたプラスアルファというか、まあ、皆さん あのサブノートの方にもあるんですけれども、まあ、これからの学校においては、学校が個別最適な学びを進められるように、教師が専門職としての知見を活用していく。で子どもの実態に応じて学習内容の着実な定着を図る観点であるとか、まあ、カリキュラムマネジメントの充実強化を図るとともに、まあ、子どもたちの成長、つまずき、悩みなどの理解に努めていく。そして個々の興味関心意欲等を踏まえてきめ細かく指導支援することや、子どもが自らの学習の状況を把握し主体的に学習を調整することができるよう促していくことが求められると、こちらあの別のキーワードで表現されることがあります。皆さんの方にもあのサブノートでもお勉強されているかなと思うんですけれども、まあ、先生の役割というものは、まあ、伴走者だというふうに言われることがあります。あのまあ、何でもかんでも先生が手取り足取り教えるのではなく、子どもたちがキーワード何度も出てきていますし、皆さんもご存知だと思いますが、主体的に子どもたちが学習を進めていくことができる、調整することができるようにしないといけない。だからこうサポートしていくというふうに捉えていただければいいかなと思います。ですがあの全てが全てあのなんというか先生がこう教える場面がなくなるというわけじゃないです。全部を子どもたちに任せるとかそういった意味ではありません。どちらのその指導も必要だというところは、まあ、押さえておいていただければいいかなと思います。で、子どもたちが ICT を日常的に活用することによって、まあ、見通し立てたりとか学習の状況を把握したり学習の方法を、まあ、見出したりしていくっていうような学び直しや発展的な学習を行いやすくなったりするっていう効果が期待されています。そして、まあ、今皆さんもネットで調べていただけたりすると分かるかなと思うんですが、まあ、国はそうした指導事例等を集めて周知しているというところですね。で、個別最適な学びが、まあ、孤立した学びにならないようにしましょうというところで何が大事かっていうと、協働的な学びを充実することが重要だというふうに出てきます。まあ、こちらも空欄補充等で出題されたりする可能性はありますので、合わせて覚えておきましょう。で、協働的な学びにおいても、まあ、留意点があるというところで、まあ、集団の中で今度は個が埋没してしまうことがないように、主体的対話的で深い学びの実現に向けた今度授業改善、こちらもキーワードとしては大事です。空欄補充になる時もありますので注意しておきましょう。で、子どもたち一人一人の良い点、可能性を生かしていく。で、共同的な学びっていうものをの重要性、同じ時間で同じ空間で同じ時間を共にすることとかね、まあ、そういったことの重要性について改めて認識しましょうというところですね。はい、で、人間同士の、まあ、リアルな関係づくりっていうものは非常に大切で、このソサエティ 5.0 時代にこそ一層高まっていくものですよというところですね。で、まあ、こうした、まあ、社会の状況であるとか、子どもたちのその学びの姿、指導の姿みたいなものを、まあ、ひっくるめてというか、まあ、令和の日本型学校教育の姿として
こうまとめられたのが、すべての子どもたちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びの実現というふうに、まあ、まとめられました。はい、で続いて、まあ、5問目ピックアップしているんですけれども、こちら誤っているものを選ぶというところで正誤判定問題なんですが、こちらおが、答えになります。これは、次ですね、正しくは何だったかっていうところで、ここですね、6つの方向性がこの令和の日本型学校教育の答申では示されました。先ほどの、まあ、子どもたちの目指す姿、日本型学校教育が目指す姿っていうものが打ち出されて、それを実現するための方向性として6つのこの方向性が示されたんですね。でこの5つ目のところが違ってたっていうところですね。こちらは第4期教育振興基本計画の中に出てくる、目標というか、方向性ですね。なので O が違うよというところ、正しくは、感染症や災害の発生等を乗り越えて学びを保障するというものが正しい、方向性の、表現になりますね。その他にも学校教育の質と多様性包摂性を高め教育の機会均等を実現するであるとか、学校マネジメントを実現する、実践と ICT との適切な組み合わせを実現する、履修主義習得主義等を適切に組み合わせる、で5つ目は先ほど言いましたね。で社会構造の変化の中で持続的で、魅力ある学校教育を実現するというこの6つ示されたよというところで押さえておいてください。でチェックテストの中では正誤判定問題で出題されましたが、空欄補充等でも出題される可能性がありますので、両方の問題に対応できるようにしておいていただけるといいかなと思います。はい、ということで、教育時事、テーマ A の解説終わりたいと思います。ありがとうございました。